保育園習室を紹介します。ここの教室ではどんなことを学んでいますか？はい、ここの教室では赤ちゃんの沐浴の練習をしたり、ミルクの注入をしたり、年齢に合った子どもの抱っこの仕方を学びます。統計室を紹介します。ここではどんな授業で使いますか？はい、ここの教室は主に造形表現という授業で使用します。そして造形表現の授業では自分だけの造形ノートを作ったり、2年生になるとこのように壁面を作ったりします。ML 教室を紹介します。ここはどんな授業で使いますか？はい、ここの教室は音楽実技という授業でピアノの練習をします。未経験でも大丈夫ですか？はい、先生がマンツーマンで教えてくれるので安心です。表現体育室を紹介します。この教室はどんな授業で使いますか？はい、ここは身体表現という授業で使います。身体表現の授業では学生がお姉さん先生となり模擬保育を行います。そしてこの後ろにある大きな鏡は小白菜のダンスの練習で使用します。フラフープやバーブ、跳び箱や竹馬があります。キャリアサポート課の紹介をします。キャリアサポート課の前にはこんなにもたくさんの求人票が貼り出されています。そしてこちらには先輩方の就職先の一覧と保育園の情報も載っています。それではキャリアサポート課に入ってみましょう。失礼します。こちらは就職活動噴水機といって歴代の先輩方の就職活動のスケジュールだったり面接で何聞かれたなどが書かれています。私もキャリアサポート課に来た際にはよくこちらを見ています。小白にはさまざまな地域から来ている学生もいるので、こちらの掲示板には全国の求人が掲載されています。こちらでは個別で職員の方に就職活動の相談やエントリーシートの添削をしてもらいます。こちらには就職活動噴水機の保育学科バージョンもあります。そしてこちらには N ファイルといってたくさんの保育園や幼稚園、子ども園の求人情報やパンフレットがたくさんあります。スペースでは面接練習をすることができます。こちらのブースではウェブの説明会だったりウェブの面接を受けることができます。図書館を紹介します。図書館に入る際は学生証をこちらにかざします。こんにちは。こんにちは。こちらの絵本コーナーには約8000冊の絵本があり、保育学科の学生が実習で絵本を借りても余るほどたくさんの絵本があります。そしてこちらには大型絵本がたくさんあります。こちらにはさまざまな種類の雑誌があります。こちらがオープンスペースです。こんにちは。こんにちは。こちらには IT コンシェルジュさんがいて、パソコンの操作に困ったらいつでも相談に乗ってくれます。来てね。こちらには約1000点の紙芝居と
こちらにはエプロンシアターもあります。こちらは視聴覚コーナーといって最新の映画を見ることができます。引き駒の時間を使って友達と映画を楽しむこともできます。2階はおしゃべり OK のにぎわいフロアです。3階は C の静かフロアです。こちらには文庫本と自習スペースがございます。キャラパスレストランを紹介します。では、さまざまなイベントが開催されています。おばんを持って食べたい定食の列に並びます。売店にはサーティワンやお菓子、こちらのカウンターにはポテトなどホットスナックが置いてあります。そしてこちらにはカフェメニューもあります。奥にはグラムバイキングもございます。キャンパスレストランではご飯を食べるだけではなく、体をやったり友達とおしゃべりをして楽しむこともできます。